株式会社マイクロエースは埼玉県蕨市に本社を置く鉄道模型プラモデルメーカーである。かつての主力製品はプラモデルであったが1990年代後半以降は鉄道模型となっている。プラモデルは旧製品の再生産を継続しているのみである。マイクロエースは品のマイクロのマイクロとアリーの A を組み合わせたのが由来である。 口述の通り、もともとは、アリー製作所の鉄道模型部門の統括会社名であり、後に会社が、アリー製作所に吸収され、同社の N ゲージ鉄道模型のブランドとして、使用されていたものであった。プラモデル、鉄道模型以外では、日用雑貨の製造も手がけていた。プラモデルの分野では、超軸シリーズなど、キャラクター模型メーカーとして愛好者に広く認知、されているが、 他社製の金型を使用した再生産品を中心に飛行機、艦船、自動車、鉄道車両、扇風機などのスケールモデルも多数発売している。アリー製作所時代は世間の流行に合わせてキットを開発する傾向が強く、ダカシア的感覚で製品の質よりもタイムリーさを狙ったものが多かった。1980年代のガンプラブーム時にはセルガや オリジナルストーリーブックが付属したザ・アニメージシリーズ1984年頃に CM などで話題になったエリマキトカゲやラッコといった動物1990年の湾岸戦争直後のパトリオットスカッドミサイルのシリーズなどをリリースしていた1987年にフジテレビのバラエティ番組笑っていいともや俺たち氷金属の番組中で流行った 吉永さゆりの歌、奈良の春日のを元にした、尻からプラスチック玉のフグを出す漫画チックな鹿の模型、鹿のフグを発売。当時多くのメーカーが、キャラクターモデルの販売不振によるダメージを残しており、バンダイ以外で、キャラクターモデルや、オリジナルモデルを新規開発するメーカーは珍しく、アリーが流行に敏感で、フットワークの軽いメーカーだったことを示す。 典型的な製品である。アリー製作所、マイクロエスと併記されている配送トラック三菱、負層、キャンター FE7、8現在の製品は、LS、大滝など、かつて倒産、廃業したメーカーから購入した金型を再利用し、自社製品として発売したものが主である。代表的なシリーズとして、QLS-1 の、32オーナーズクラブや、 ワールドフェーマス1、144ジェットファイターシリーズがある。ジェットファイターシリーズ等一部の製品については、公式サイトでも紹介されており、商品展開が確認できる。鉄道模型とは異なり、社名変更後もパッケージのメーカーロゴは、アリーのままで販売されていたが、2006年頃から順次、マイクロエースに変えられている。2013年からは、 前年に倒産した、かわい紹介の、風物詩シリーズと、箱庭シリーズを引き継ぎ、自社ブランドでの販売を開始した。2021年、60周年記念製品として、一部パーツを、新規造形のもと、新橋駅前 C11292 を発売した。商品展開マイクロエース第1、第2工場と、本社外観現在、第2工場は、 トランクルームに改修鉄道模型の分野では1980年に倒産した品のマイクロを参加に収め、マイクロエースと解消し、鉄道模型に本格的に進出した。その際に N ゲージ製品の発売を行い、EF64 型千0番台や EF71、ED78 といった国鉄電気機関車や185系電車、 重景客車などを製品化した。いずれも、総じてプロポーションが良く、特に重景客車は、当時の同業他社の製品を凌駕するほどの緻密かつ、繊細なディティール再現で高く評価された。しかし、1980年代半ば以降長らく、新製品の発売がなく、再生産もほとんどない休眠状態が続いていた。その後、会社自体も、 アリー製作所に統合され、マイクロエースの名称のみが、アリー製作所の鉄道模型ブランドとして残る形となった。その後、アリー製作所は1990年代に中国生産のアメリカ車両を発売し、1996年頃から日本型鉄道模型製品の発売を再開。自社では企画、発売のみを行い、設計製造は、 ライフライクやサンダカンが中国に持っている工場に委託するようになった。再開当初は蒸気機関車を中心に製品化していた。同社の鉄道模型製品は直流2000式で N ゲージは縮尺1150機関 9mm が16番ゲージは縮尺180機関 16.5mm が採用されている。機関車などは 単品販売が多いが、電車などはセット販売が多いのが特徴である。一時期レールや制御機器なども発売していたが、2018年現在は車両と車両を計する意のみが発売されている。2006年にはマイクロエース10周年として10周年記念モデルを発売した。これはマイクロエースが新製品として、 D51-498 を発売した1996年から、起算したものであり、実際には2006年時点で、マイクロエースブランドは25年以上の歴史があった。商品展開、ありがとうございます。